YouTube 動画をご覧の皆さん、こんばんは。ラボクボーカル教室インストラクターの金子祐希です。今日はアレキサンドロスさんのムーンソング2回目ということで、B メロ編に入っていきたいなと思います。では最初に歌ってみます。 1,2,3 And all things we done slowly fading away from the memory 大粒の涙が頬を伝った後は消え去り Now we jump into the new phase and go away from the history 通り過ぎ去って村雲に隠れてゆく。はい、この部分になります。歌ってみた感想なんですけれども、とにかくですね、こう早い、言葉がすごいババッと、詰まってまして、こうラップ調になってます。なので、しっかりとリズムを意識するところですね。で、特に感じたのは頭、1、1、2、支部の頭をしっかり感じるのが大事かなと思いました。頭に結構アクセントが入ってきているので、また後でちょっとその歌詞も見ながらチェックしていきたいなとは思うんですけれども、その頭に入っているワードを捉えると、結構全体が、まとまりとしてカッ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 なんとなくこうねダラダラダラと全部日本語とか英語がブワーって織り交ざってるように最初はすごく感じたんですけれども、頭小説の頭、支部の頭に来ているワードを捉えると結構塊として見えるかなと思うので、ちょっとそれは後で一緒に歌詞を見ながらやっていきたいなと思います。で、キー的には音の高さですね、音の高さ的にはそれほど高くないと思いますので、男性としては、歌いやすいかなと思います。なのでこのリズムとそのアクセントの取り方、英語のところもそうですけれども、その日本語の文でも結構その英語に沿わせてアクセントを入れてる場所っていうのがあるので、その部分を意識できるとこの部分に関しては、いいのかなと個人的には感じました。はい、といったところで、ちょっと歌詞も見ながら一緒にチェックしていきたいなと思います。はい、こんな形でですねちょっとまとめてみました。V が打ってある場所、ここが、ブレスを取る場所になります。で、1行目からいきたいと思います。And all things we done slowly fading away from the memory、 ここですね。で、最初の and のところに括弧としてありますけれども、すみません、ここのですね、このこの all、 ここにアクセントですね、アクセントというかここが小説の頭なんですよ。この and all things we done slowly の and all things weAll に頭がきます。なのでこの End and のところはですね、こうクッと入ってるんですよ。1個小説のちょっと1個手前から入っているので、この All に頭というかこう 1,2,3 and all things be done slowly、 このように All に頭を持ってくる。で、くくりとしてはですね、ここまで、ここからここまで、And all things be done slowly, slowly, slowly まで。で、こことここで、一つ。Fading away from the memory, ここで、一くくりですね。こういう感じ。And all things be done slowly, fading away from the memory, ここで一くくり、ここで一くくりです。で、この slowly と memory がちょっと、沿わしてるかなと思います。ニュアンスを。And all things we done slowly fading away from the memory、このようにちょっとアクセントが入っているので、そこもチェックできるといいかなと思います。で、3行目ですね。で、大粒の O はですね、ここが頭に入ります。大粒の涙が頬を伝った後は消え去り、で、ここの消え去りもちょっとこの slowly memory 消え去り、ここもちょっとニュアンスを添えている、ちょっと韻を踏むとまでは言わないんですけれども、ちょっとリズム的にもタン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 っていう形で、はまっているので、ここの語尾の slowly memory 消え去りのところを沿わせてあげられるととても雰囲気が出るんじゃないかなと思います。大粒の涙頬を伝った後は消え去り、ここで一括りで、4行目、ここでブレスを取って Now はもう頭です。せーの、Now we jump into the new phase。 ここまでで一括りにしましょう。 Now we jump into the new phase。 で、ここですね、ここ
And gonna wait for the history。 で、ここで一括りで、この history もそうなんですが、ここもちょっとここに沿わせてるかなという感覚がありますね。はい。で、ここで頭、ここも頭が頭ですね。通り過ぎ去って村雲に隠れてゆくという感じ。通り過ぎ去って手がちょっと伸びますね。通り過ぎ去って村雲に隠れてゆく。こうちょっとこれ村雲っていうんです。これちょこれ最初ちょっと僕読めなかったですね。難しかったです。村雲、通り過ぎ去って村雲に隠れてゆく。こういった形でですね、頭からどことどこまでで一区切り、どことどこまでで一区切りというのをちょっと頭からここまで、頭からここまでという形でちょっと作られていると思うので、そこを作ってあげられると、こう全部がね、こうバーッとただ流れているではなくて、こう、一つのこうセンテンス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 といった形で作ると歌いやすいかな、捉えやすいかなと思いますので、ちょっとそういうところも意識できるといいかなと僕なりに思いました。あとはその語尾の、イントまではないですけど、こう、語尾の添え方ですね、そのあたりで、ちょっとラップなのでね、そういうところも意識されてるのかなと思うんですけれども、語尾のニュアンスの添え方っていうのも大事になってくるかなと思うので、ぜひそのあたりもちょっと意識できると個人的にはいいかなと思います。といったところで、全体ですね、踏まえ、歌っていきたいと思います。 And all things we've done slowly fading away from the memory。 大粒の涙が頬を伝った後は消え去り。 Now we drop into the new face and go away for the history。 通り過ぎ去って村雲に隠れてゆく。はい、いかがだったでしょうか。アレクサンドロスさん、ムーンソング今日は2回目ということで BML 編でした。次回は、3回目サビに入っていきたいと思いますので、ぜひまたその時にお会いしましょう。じゃあ今日はこのあたりで終わりたいと思います。またね。